ゆく橋長井浜海水浴場。夕暮れの浜辺であるスポーツの練習が始まりました。そのスポーツとはビーチサッカー。ビーチサッカーチームドルソーレ北九州は全国屈指の強豪チーム。そうですね、アクロバティックなプレーが、普通のサッカーとは違ってたくさん多発するプレーで、なかなか見れないプレーがビーチで見れるんで、やって楽しい、見て楽しいっていうビーチサッカーなんで、ぜひ一度見ていただきたいです。1チーム5人で行われるビーチサッカーは砂の上ならではのダイナミックなプレーが見どころ。ビーチでの試合や練習で今までなかった気持ちの変化も。そうですね、環境的な面でもやはりビーチサッカーって素足でやるんで、必ずやる前に、ね、物を取ったりとかゴミを取ったりしないといけないんで、かなりこういろんな街に落ちてるゴミとかもなんか気になるようになってきましたね。はい、ビーチクリーン活動など自然環境保護の大切さを伝えていく活動にも積極的に取り組んでいるんだって。海開きの時に地域の皆様と一緒にしたりとか、大きな大会を9月にやってるんで、その前には皆さんで何百人という単位で清掃活動するんで、今かなりビーチでもそうですけど綺麗に保たれているビーチだと思います。なんていうんですかね、海っていうのはこう引き寄せられるって言いますか、正直その人間っていうのは辛い時もあるんですけど、あきついなって思った時にビーチに来ればなんかこう楽しくなるんで、海っていいなっていう辛い時もね、来ればすごく癒されるし、テンションが高い時に来ればもっと上がるし、何を思う時にもここに来ればなんかおのずと自分をこう上げてくれるようなビーチなんで、いや海はとにかく素晴らしいし何よりも楽しいですね。海と共にあるスポーツビーチサッカー、選手たちには自然を大切に思う気持ちもあるんだな。海と日本。